チス、誰も知らないポーター、イカレタコスケです。デスストランディング、ディレクターズカット版。こちらの方、ぜひレビューしてほしいということで、コードをいただきまして。まあ2年ぶりぐらいですかね。久々に、このゲームをつけたところ、私プレステ5に移動していることもあり、データを紛失していたんですね。でも一回もうやり込んで完璧に、まあ、終わらせてしまったゲームをディレクターズカット版とはいえもう一回やれるのかと。まあ開幕からちょっとやって、まあ、レビューをしようかなと思ったんですが、国道が完成してしまった。一回やっている人はわかると思いますけども、まあ、国道っていうのは一つのやり込み要素になります。そちらの方がね、2回目だけど国道が完成してしまったんですね。そして、ストーリーもエンディングまで終わらせ、また、泣いてしまった。もうこの事実、私がプレイしたこの事実だけで、ディレクターズカット版で2回目の人は、最初からもう1回、このゲームを、やる価値があると思うし、そしてこのゲームに、まあ、知らなかった人はね、後でちょっともう少し、詳しいお話をしようと思うけども、一度目結構話題になりましたよね、新しいゲームであると。その時に遠ざけていて、まあ触れなかった人たちにもこれはぜひおすすめしたいゲームとなります。このゲームはね、口で言ったらつまらないゲームです。さて、このデスストランディングの世界っていうのはどんな世界かっていうと、大雑把に説明してしまえば、トキウ、時の雨と書いてトキウと呼ばれる、人や物を老化させてしまう雨が降る世界。まあ他にもね、 BT っていう化け物を呼び出してしまう雨でもあるんだけども、こういった危険な雨が降る世界なんですね。そんな世界ですから、人々はシェルターに引きこもって暮らしています。外に出れないからね。で、シェルターの中に引きこもって、それぞれ引きこもって暮らしているから、まあ簡単に言えば外とのつながりがなくなっていくわけですよ。それはまあ文明の衰退にもつながっていきます。それを繋いでいるのが、ポーターと呼ばれる、まあ配達人ですね。まあ、彼らなわけです。そのシェルターに必要なものを、物資等々を配達して、そして人と人をつないでいく。そういう職業に、プレイヤーは属しています。そしてさっき言った口で言ったらつまらないっていうのはですね、このゲームはまあストーリーとかもろもろ後で説明しますけども、いろんな要素はあるんですけども、何をするゲームかと言われたら、配達をするゲームなんですよ。もう本当にそれ。ただ、配達をしていく。新しい土地に配達をしていく。一度、もう配達も終わって、何度も同じ場所に配達して、そこの親密度を上げていく。もうこれだけで聞くと、本当に面白さがわからないでしょ。でもね、やってみると、ああ、一つの物事を、極めるとそれはゲームになるんだなっていうのをね、思い知らされるものになります。それを取り巻くもろもろも面白いんだけども、ただここはどかすことはできない要素になってくるんですね。主人公のサムはね、アメリカ再建のためにいろんなところに配達しに行くわけですよ。そこには道があったりなかったり、時には歩いて、時にはバイクやトラックで、時にはテロリストと戦いながら、時には BT という化け物と戦いながら、そこに向かって荷物を配達していくんですね。そのルートっていうのはね、プレイヤーに完全に任せられてしまうわけですよ。道が決められていない。道が決められていない配送ルート。それを自分で決めて、ヒコラヒコラ言いながら荷物を届けると、感謝されて、また荷物を依頼される。それの繰り返しの先に、このゲームがあるんだよね。
ストーリーに関して、ストーリーはまあでも賛否両論あるでしょうね。これはどんな作品でもそうだと思います。ただ私は2回プレイして6回泣きました。1人のキャラクターに、1人の主要なキャラクターにつき1本映画ができてしまいそうな背景があります。で、特にね、この先ほど説明したトキウっていうのは死の概念と深い関わりがあるのでね、そういったものがねストーリーによく絡んできます。私の心にはぶっ刺さりまくりますね。なんでね、まあストーリーに関してはもう人によってプレイした後に良かったか悪かったかっていうのは分かれてしまうので、まああくまで私の主観ですけども、めちゃくちゃ面白い。本当に好きなキャラクターが必ずできるゲームだと思います。主人公のサムもねすごくいい味出してますし、メインストーリーも面白いんですけども、私は、サブキャラクターたちの背景がめちゃくちゃ好きですね。特にね、序盤って独特なゲームシステムと独特な世界観のせいで結構わからないんですよ。ふんわりしてるんですよ。このゲームは果たして面白いのかなと思うんですけども、まあ少し進めていって中盤に入るぐらいになってくると、ゲームのシステムにも慣れてきて、あ、なるほど、ここがこうやって面白いんだなっていうのが分かってきて、そしてそれまで何気なく登場していたキャラクターたちの背景が見えてくることによって一気に引き込まれます。なんでもし序盤はなんかふんわりした気持ちでやっていて、でもまあなんかやめどころもないなっていう人は、ぜひとも中盤以降までプレイして、ストーリーもね読み飛ばさずにしっかり見ていただけると、最後にねこのサムの成長っていうのがね非常に垣間見えるんじゃないでしょうか。まあ一番好きなシーンはラストシーンだな。一番好きなシーンは、それまでのサブキャラクターたちいっぱい出てくるんだけども、で主人公のサムよりもサブキャラクターたち好きになっていくけども、でもやっぱりじゃあどのシーンが一番好きかって言ったら、一番最後のシーンかなと私は思いますね。さあ、ディレクターズカット版のレビューということなんで、ディレクターズカット版の要素についてお話ししていこう。先に言ってしまうと、ディレクターズカットっていうのは、まあ簡単に言うとそのままだよね。ディレクターの人が、ゲームを作るにあたってカットしたシーン。まあ最近は後から作られたものなんかを入れてもね、ディレクターズカット版っていうことで、このゲームのね、監督、小島監督はあんまりディレクターズカットっていう言葉が好きではないみたいな話をなんかの記事で読んだ気もしますけどもね。でもまあさておくとして、これ端的に言うとおまけ要素です。なんで、大きなバージョンアップ。まあ大きい、まあバージョンアップとしては大きいか。でもなんか大きくストーリーの真相に関わるとか、そういったものではないんですけども、このデスストランディングの面白さには非常によく絡んでますね。私が一番好きなのが、その中でも、この自動追従ロボの追加です。ストーリー進めていくと途中で手に入るんですけども、このロボットもともとは、ね、いたんですよ。拠点から拠点に自動配送っていうのをやってくれる。サム自身が運ばなくても時間が経つことによって勝手に運んでくれる、評価は高くないけどもっていうね、そういう要素として存在していたんですけども、その自動追従ロボちゃんがサムと一緒に移動してくれるようになったんですね。で、いろんな条件下でいろんなことをやってくれるようになりました。例えば荷物の積み下ろしができますんで、追従させることによって、まあおまけの仲間として使うこともできるし、このマップから選択することで、これ格納モードと追従モードを切り替えることができます。このロボットのね、使用条件としては、カイラル通信が必ず繋がっている範囲内っていう条件があるんですけども、例えば、まあ、追従モードだったら追っかけてくれる。格納モードだったら、一番近くの拠点に自動で歩いてくれると。まあ、それを使って荷物をそこに届けて、プライベート、ボックスに入れてもらうってことも可能になりますし、今、このサムは、荷物を受け負ってますね。で、荷物を受け負っている状態でサムが乗ることによって、この一番近い配送先へ行くを選ぶと、自動で、サムも一緒に運んでくれる。これ荷物だけも運んでくれますけどね。
運んでくれることになります。で、遠くにいてもマップで呼び出すことによって歩いてきてくれる。ただめちゃくちゃ便利で、いやデスストランディングは自分の足で運ぶのが味だよねって思ってたタコスケ的にも、結構不便です時間かかったりとか、この子だけに頼り切ってクリアできるほどではないので、本当非常におまけ的な扱いとして、なんつうの、アクセントとしてね加わっている要素になってますね。で、彼がまたね、ミュールとかテロリストの地域は外して動いてくれるんだけども、 BT の地域は普通に通っちゃうんで、まあ放置、完全放置もできないしっていうね。で、場所によっては山道が激しすぎたりすると途中で移動できなくなったりするんで、まあ、それで移動が不可能になってしまったりとか、もう超万能ではないんですよ。でもこのデスストランディングの世界で自動で運んでくれるっていうシステムは今までなかったので、綺麗な景色を見ながら荷物を配送したりとかね、そういったおまけ要素、それからどうしてもカイラル通信内だけど帰り道が大変そうだっていう時に迎えに来てもらうそんなねおまけ要素として非常に一緒に旅をしてて楽しいキャラクターになっています。そしてもう一つ、カタパルトっていうねギミックが新しく追加されましたね。まあ、他にもね、いろんなギミック追加されてますけど、まあ、個人的に面白いなって思ったのはこのあたりですかね。あとレース場とかも追加されてますね。それから細かくやっていくと新しいミッションなんかも追加されて、ちょっとした、まあ、後日談じゃないけどね、そういうこのデスストランディングのストーリーが楽しかった人にとって楽しいミッションとかも用意されてるんだけど、まあ、とりあえずカタパルト、これぶっちゃけねあんま便利じゃないんですよ。ただ比較的中盤ぐらい手に入るのかな。これね、カタパルトに荷物を入れて飛ばすことができる。すごいなんかアナログでしょジップっていう、後半で手に入るね、どっかにあったな、あーあれですね、ジップっていうね、なんつうの、見えない紐で繋いでくれる機械なんかもあって、あれもね非常に便利なんですけど、これの面白いところっていうのは、まあもちろんカイラル通信内じゃないと配置はできないんですけども、こいつを使うとカイラル通信外まで飛ばすことができるんだよね。で、発射した時の画面も面白いですね。はい、専用になってますね。で、パラシュートを開くことによってある程度ポッドが移動が可能になるんですけど結構不便でしょ。この不便さがね、この新しい配達の仕方をね作ってくれるっていうのが一つちょっと面白いところですね。ただじゃあすごい使いにくいかっていうとそんなことはなくて、ジップはねスタート先と到着地点両方にジップを置かなければいけないんですけども、これの場合は荷物を配達するだけだったら1台でいい上に、とりあえずそこに荷物を飛ばすことができるんで、例えばね大きな谷とかであったり、そういったところを越える分には非常に楽になってますね。大量の荷物をまずこれで飛ばしてから身軽な状態でそこに向かって歩いていくと。ただね、まあ飛ばし方がアナログなんで、私一回やっちゃいましたけども、荷物が木に引っかかって落ちてこなくなって積んだことがあります。そしたら再配送になっちゃいますんで、使い方は要注意ですけども、これを2回目をね、このディレクターズカット版でちょっと2回目やってみようかなっていう人にとっては、この自動配達ロボであったり、このカタパルトっていうのはね面白い要素になるんじゃないかなと。1回目とは違うマップの攻略の仕方、配送の攻略の仕方を編み出すためのギミックになってくるんじゃないかなと思いますね。さて、ディレクターズカット版ではあるけども、このゲーム初見でねちょっと気になった人に、私が一番このゲームで好きな部分、このゲームを買った理由になった部分、 PV とかで見てお話ししていこうと思う。あくまで主観的なお話なんですけども、まあ、このゲームちょっと文明が衰退し始めたアメリカで、まあ荷物の配達人をやるというゲームなんですけども、この通り広大な土地だけではなくて非常に険しい地形というものが存在します。この地形を攻略するゲームでもあるんですね。っていうのもね、このキャラクターはバランスを常に持っていて、例えば山を越えるために大きな荷物を持っていかなければいけない。大きな荷物を背負った場合はバランスが悪くなる。
今これもうだいぶ進んで装備が良くなってるんで、なかなかあの転びにくくはなってますけども、例えばこういった坂道で何もせずに走れば当然転んでしまうわけですね。ひどいもんですうまく最後は着地しましたけども、こうすると荷物が落っこってしまうと。そうならないために、まあそーっと歩くもよし、道を選んで走るもよしっていうねゲームなんですね。ここがこのただただ荷物を背負って移動するだけでゲームとして成り立ってしまうんですね。これ LR を押すことによってね、この荷物をちょっと抑えて走ったりとかね、ほんと細かいことなんですけども、これを使って険しい道を歩き続けるんですよ。で、それを助けてくれるアイテムっていうのがいろいろあるんですけども、このアイテムの自由度がね、非常に私はね、好みになってますね。もう簡単に使ってしまいますけども、もうよく使う、非常によく使うのが、はしご。これね、このはしごっていうのが、どこにでも置けちゃう。これ、最高に私は好きなシステムになりますね。まあ、はしごには長さが必要で、しかもはしご自体も荷物として扱われるんで、持っていくことにも、まあ変な話、デメリットがあるわけですね。でも、こいつをうまくかけることによって、絶対に登れないところに行けてしまったりする。ただ、場所を間違えるとこの通り。ひどいもんです。荷物が全部落っこってしまった。で、荷物がダメージを受けると、査定に響くし、場合によっては、荷物が爆発してゲームオーバーなんてこともあります。おー、BB。泣くな、BB。今泣いている赤ちゃんは BB っていうね、BT って先ほど説明した、まあ、化け物を探知してくれる赤ちゃんなんですけども、その赤ちゃんのご機嫌も取りながら移動しなければいけない。で、例えば上から、であれば、今度はこのロープ用パイル。このロープ用パイルもね、私好みになっています。これ、もう、何がどうではなく、紐なんですよね。しっかりしろ。これね、下から上に登るんではなくてね、よし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 。この紐をね、掴んで、降りるんですよ。ほら、こんな自由に使える紐なんですね。これ、この紐がじゃあ、上から降りるためだけに使うのかっていうと、そうではなくて、例えば、流れの激しい川。で、命綱として使ってみたり、そういった応用がね、使えるわけ。さっきのはしごもそうですね。さっきは高いところに登るために使いましたけども、足場の悪いところを歩いて渡るための、まあ、橋としても使える。で、このアイテムっていうのは自分で持っていってもいいんですけども、オンラインが繋がって、カイラル通信っていう、まあ、電気網みたいなものが繋がっていると、他のプレイヤーが置いた、この橋であったり、はしごであったり、ロープであったり、ああいう、あれだね、なんだ、ギミックであったりっていうのがね、こちらの世界に反映されることがあるんですね。で、ある時、ある場所に歩いて行った時に、わあ、もうここの辺にはしごがあったらなっていう時に、はしごがあったりするっていうね、そういう他プレイヤーとのつながりを感じられるシステム。これ、私非常に気になってプレイしたし、実際やってみて面白かったです。道を踏破していく、自分だけの道を作っていくっていうね、そのゲーム性、個人的に非常におすすめです。というわけでいかがでしたでしょうか、ディレクターズカット版。まあ初めてやる人にとってはものすごく新しいゲーム、とにかく新しいゲームやってみたいっていう人はやってみてください。新しくて面白いゲームね。で、2回目やりたいなって思った人は、2回目どうしようかなって思ってる人は、まあ、タコスケくんの2回目やっても全然ハマれて国道を全て作ってしまってストーリーでもまた泣いてしまったっていうね、その言葉を信じてぜひ2回目にトライしてみてください。やっぱりね、面白いですね面白かったですね。1回目真新しさだけでやって面白かったかなって思ったけど、まあ、2回目やってみると、ああ、よくできたシステムだなって思います。というわけで、ディレクターズカット版、デスストランディングディレクターズカット版、なんか気になる人はぜひ。誰も知らないポーター、イカレタコスケでした。回れ回れやれ風車、また同じ場所へ帰って、揺れて揺れて果て間な
知らないまま。